はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極貫きほふる神速の騎士ですね、究極ボルですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー、コウタロですね。拡散ヒール、死神、蘇生衣、愛をつけております。続いてナイフリオですね。体力、ナイトラ、ヤゲをつけております。そして白に、ウカコですね。先導、何も死ぬことはねえ、狙ってみの下をつけております。続いてスタンバイはセラファンですね。漫画、喧嘩、愛、愛をつけております。そしてフレンドはですね、キラを、SP キラですね、こちらを選択させてもらいます。では参ります。ね、究極ポル自体はもうナイフ進行で大丈夫なようになってきましたね。先制増援が確かいなかったっていう話だったんでね、一応なくてもコウタロじゃなくてもいいのかなとは思いますが、まあリーダースキルでね、ちょっとアップさせたいということで、コウタロをリーダーにしております。さあ、ご紹介がどんどん終わっていきます。はい、1ラウンドクリア。さあ、続いて2ラウンドですね。どんアイテムをばらまいていきますね。でもここもお構いなしに支援で終わりです。アイテムをばらまき続けております。やられております。さあ、そして一応はナイフだけは処理しましょう。あとは関係なく、アイテムがあるまんまですが大丈夫です。はい、第2ラウンドも終了。そして第3ラウンドですね。かなりヤバい位置に登場していますね。これ危ないような気がしますが、即 CS 発動できました。よかったです。さあ、そしてずれてくれました。さあ、危ない位置にストロハイムが降ってきました。自爆には、まあ、かなりそうですね。まあでも、持ちこたえてくれるでしょう。はい、アダプターがついてくれてありがたかったです。まあね、それでもコウタロウにはついてますからね、蘇生をつけてますから大丈夫だ。さあ、ここも進出で OK です。さあ、ボスの
ボールが入ってきました。ベニー G が枠をなくしていきますが、壁もあったろうがなかろうが関係ありません。はい、最後の造影の CS 対 CS で終わりです。はい、2日クリアすることができました。良かったです、ありがとうございます。ではですね、最後までご覧になっていただき、誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。